もどきを作って、それで本を作ろう。行くぞ。お前、まといのゾンネの服にひどいことした。服？ただ当たってただけね。ゾンネ、まといの大切なお友達。わお、かわいい服。触るな、ゲス野郎。メイドでございます。それでよかったら一杯どう？もちろんおごりで。酒と女は男を狂わせる。俺はこいつで十分さ。金は治療費にでも当てるんだな。ねえ十三。ただのお礼なんだから勘違いしないでね。ヒンキッバンストラー。
球警部から隊部にかけて切り取られてますね。でもあまり手際が良くないな。偽物とかけまして大物を狙う釣り人と解きます。その心は？どちらもバレたら困ります。ちょうどお時間でございます。本日はこの辺で。あ、ジョーロがサンちゃんとお約束してくれればバッチリだよ。つまり僕にひまわりとサンちゃんがデートに行けるようにしろと。ピンポーン、大正解。自分で誘ったら。やだ。バカ。だけどさ。ねえジョーロお願い。めちゃめちゃめちゃ。さようなら、乱暴で優しくない最低のジョーロ君。さようなら、無神経で残酷な最低のジョーロ君。だからジョーロいらない。じゃあね、意地悪で嘘つきな最低のジョーロ。よろしければ食べていただけませんか？え、でも。まあまあ遠慮なさらずに。はい、あーん。マルラブ、恋人に手料理を食べてもらう廃止。失敗。中村くん、どんな服がいい？ペーソは魔力の練り込まれた、もしくは現世での肉親となっているものが奉納する聖なる衣を身にまとっている。いつもはお母さんが買ってきてくれるんだね。今のでよくわかったね。と、その前にまず身なりを整えねえとな。ちゃんとそいつに剣を貸してくれって言ったぜ。そしたらそいつ気前よく貸してくれたんだよ。はあはあって言ってさ。わかったよ、怖い顔しやがって。教えて、キリト。どうすればいいの？あなたの香り。私はどうすれば。ギルガメッシュ王、まさか。そのまさかよ。この玉座をしばし汚すぞ。俺は忙しい。言葉を交わして貴様らを知る時間も惜しいほどにな。よって戦いをもって貴様らの真偽を図る。構えるがよい、天文台の魔術師よ。気持ちいいか後輩？はい。かゆいとこあったら言えよ。はい。これオプションだとめっちゃ高いんだからな。すみません。でも、まあ、お前なら毎日タダでオプションつけてやってもいいけどな。すみません先生、失礼します。思ったより華奢で軽って。すみません、変なことなんて考えてませんから。
人とも思いが成就することは絶対にないのに、好きな人のそばに居続けなくてはいけない、支え続けなければいけない。本当にかわいそうな人たちね。てめえいい加減に。でもね、ジョーロ君、本当に面白くなるのは、ここからよ。よし、今夜はお祝いパーティーですね。さあ、これでもう後戻りはできない。これらのどれか一つでも違えば、二人もろとも即死。だからどうか、マイリトルレイディ、私にあなたを殺させないでくださいね。